ヨッシーウールワールドに新しい仲間が加わって任天堂 3DS に登場。ポチとヨッシーウールワールド。ヨッシーが敵を食べると毛糸玉ができます。この毛糸玉で敵を倒したり、アイテムを取ったり、足場を作ったりと使い方はいろいろ。他にもポチに乗ればトゲトゲを気にせず進めたり、敵を倒したりとポチが大活躍。さらにヨッシーではいけない場所にあるアイテムを取ってくれることも。いろんなアクションを駆使してゴールを目指します。冒険の途中、ヨッシーはいろんな姿に変身します。コースを猛スピードで駆け回るバイクヨッシー、水の中でもスイスイ進めるマーメイドヨッシー、目の前の敵は全て蹴散らすビッグヨッシーなど、いつものヨッシーとは違ったアクションが楽しめます。パワーバッジを使うとヨッシーがパワーアップ。炎を吐いたり、落っこちても戻ってこれたり、いろんな能力が使えます。ポチをいつでも呼び出せるバッジも。でもパワーバッジを使うにはコースに隠されたビーズが必要。たくさんビーズを集めておくといざという時に役立つかもしれません。毛糸の世界には仕掛けがいっぱい。結び目をほどいたり、毛糸を編んだり。おや、何かありますね。この壁押せるようです。これはクラフトウール。それぞれのコースにはクラフトウールが5つ隠されています。すべて集めるとカラフルなヨッシーが仲間に加わります。いろんな柄のヨッシーが登場し、仲間になったヨッシーでプレイすることも。バリエーション豊かなコースが50種類以上。パタパタヨッシーモードはその名の通り、パタパタと空を飛びながらプレイすることができるので、アクションゲームが苦手な人におすすめです。そしてこのモードには小さなポチ、コポチが登場します。このコポチとっても優秀なんです。毛糸玉の代わりになったり、コースに隠された仕掛けを教えてくれたり、敵に飛びついて攻撃したり、冒険の心強い味方になってくれます。プレイ中はいつものヨッシーとパタパタヨッシーをいつでも切り替えて遊べます。ポチが主役のコース、ドッグランが新たに加わりました。走り出したら止まらないポチをタイミングよくジャンプさせたり、しゃがませてゴールを目指します。コース中のビーズを一つでも多く取ることがポイント。ビーズの数によってもらえるメダルが変わります。もちろんビーズはパワーバッジに交換することも。ヨッシーの模様を自由にデザインできるエディットヨッシー。デザインしたヨッシーでプレイすることはもちろん、すれ違い通信で交換することも。ヨッシーとポチが登場するコマ撮りアニメを30話収録。ほのぼのした2人の日常をあなたも覗いてみては。
ヨッシーがポチやポポチと一緒に毛糸の世界を大冒険。ポチとヨッシーウールワールド。アミーボ。ポチとヨッシーウールワールドはアミーボに対応。アミグルミヨッシーをタッチするともう一人のヨッシーが登場。ダブルヨッシーで遊ぶことができます。さらに毛糸のアミーボにポチが仲間入り。タッチするといつでも呼び出して一緒に冒険できます。またポチが主役のドッグランでタッチすると特別なミッションが登場。クリアすれば特別な柄のポチでコースをプレイすることができるようになります。ヨッシーとポチ以外のアミーボをタッチするとヨッシーがタッチしたアミーボのデザインに変わりプレイすることができます。アミーボ。ソフトとアミーボ2個が一緒になったセットも同時発売。